こんにちは、デリッシュキッチンです。フジッコの提供でお送りします。手作りで誰でも簡単、継続的にヨーグルトが作れるカスピ海ヨーグルトの作り方をご紹介します。ヨーグルト作りに必要な準備物はこちらの4つ。容器を熱湯で殺菌し、牛乳を半分ほど入れ、カスピ海ヨーグルト種菌セットの粉末種菌1本を入れます。残りの牛乳を加えてよく混ぜましょう。蓋を閉めて24から72時間固まるまで置きます。固まったら完成です。出来上がったヨーグルトはそのまま種菌に。1から2対10で簡単にまたヨーグルトが作れるので経済的。出来上がったヨーグルトから作ると初回よりも早く作れます。詳しくはカスピ海ヨーグルト種菌で検索。ヨーグルトのアレンジレシピもご紹介。カスピ海ヨーグルトと材料をボウルに入れ混ぜて生地を作ります。どら焼きの皮を焼きましょう。カスピ海ヨーグルトにホイップクリームを混ぜます。皮に市販の粒あんとホイップを乗せて挟んだら完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。